24年ぶりにこの地にやってまいりました。これはトラサンサミットの提灯なんですかね。そうですね、こちらはですね、現在大和屋さんに来ております。大和屋さんのカメラがこっちとこっちと2つあるんで大和屋さんに来ております、はい、まあね、ご存知だと思いますけど、男はつらいよが撮影されている時に山田洋次組が、そうですね、ここでね、スタッフさんたちが天丼を食べてお昼を食べて撮影にね、影響を養っていたという、まあ、山田洋次監督は結構プライベートでもいらっしゃるみたいですけど、まあ、ちょっとね、向こうの方にもサインじゃない、あの山田洋次監督に書かれた、あ、色紙、あのこの大和屋さんの天丼を思うポエムというか、なんか飾られてるんです、ね、まあ、今日はまたこの賑やかな感じもいいんですけど、平日にまたね来られる方はぜひ来ていただく、すごいね、あのなんともいい、今的に言うならバイブスが、バイブスが昭和バイブスが漂ってるんで、非常にね、なんとも言えない時間が過ごせるんですよ。なんとも言えないってあれですけどこれは上天丼、この香りがすごい、甘い、そう、うん、甘い、なんでこれ甘くないっていうか、すごいタレが、ねえ、いい意味でちょっとジャンク感がありますよね。美味しい。さあ、向こう待ちきれない、やばいこんな高いと思う。またカムちゃんとかちょっと、ああ、そうですね、また食べたくなる感じのあれですね。江戸の味付けって感じで黒い、濃い、だからこのこういうの食べると、東京の味は濃くて、関西は薄味っていうのが分かると思います。なんかこんなにだって普段のあれだと、みんな関西薄味で東京っぽいかって気もするけど、割とこういう古のスタイルを食べると、なんか、いやー、このタレ好きだわ、おいしい、足りないことはないんだけど追加したくなる。でも初めて柴又来たのはもうやっぱ随分昔、29とか、だから25、やっぱ5、6年ぐらい前なんで、最初浅草だと思ったの、柴又の、浅草だと思ってて、荒川区じゃなくて江東区、江東区、台東区だと思ってて、で、あれだけ今年から柴又って言ってるのに何も分かっちゃいないんで、そっちからがないから、確かにね、はい、で、浅草に降り立って、すみません、トラさんの、あれ、どこですかって、ここじゃありません。はぁーみたいな。そこに、京成って書いてるでしょ、その電車に乗ってくださいって言われて、そうなんですかと。
なんか土地勘がわからない人だと、ファンでも土地勘がわからないというか、関東圏とかそういうことじゃないと、関西とか一気に離れると、全然分かってなくて、雷門の近くだと思って。男は辛いよりベタな雷門って映ったこと一度もないですよね。浅草って出てこないですよね。言語には出てくるけど、だからなんで浅草だと思ったのか、全くわからない。まあ、でもなんか下町の一番でかいアイコンとして浅草っていうのが。お手様。会もなくやつですね。いやもうここにテロップが出てますからね。だからここにそう佐藤蛾次郎って書いてますね。このコンクリートジャングル東京でこんな抜けたね、抜けた土地があるのかという。風が気持ちいい、ほんといい天気でよかった。いや本当ですね。あで向こうがあの屋根が大橋。あそういうことか。そうです、位置関係的に逆光で頑張れ GoPro。 いやー気持ちいいな。ほんと今日最高ですね。ねえ、また来れますように。スタバより開けやすい。スタバ派ですから。今日お疲れ様でした。お疲れ様です。意外に美味しいじゃないですか。そうですよ、まずかったらこんな展開できませんから。一等地に美味しい、美味しいですよ。タリスのコーヒー、なかなか、なんか気温もちょうどいいですね。そうですね、まだちょっと俺半袖で若干肌寒いけど動いてね、荷物多いんで。いや24年ぶりにやってきましたけど、はい、いかがでした。いや楽しかったですね。よかったです。前回にはなかったものが多いので。そうだよね、全然24年って言ったらもうだって、まあ、平成だし。そう平成だし2000年代でもないし。そう1998年なんで。90年代、僕が社会人になった年、松見さんが亡くなってまだ2年しか経ってない。そうか、じゃあまあそんなにまだこう観光、まあもう言っても当時ですらまあね、寅さん人気シリーズだったから、寅さんイコール柴又ってのあったけど、でもここまで観光内でされてはいなかったんじゃないですかね。俺もわかんないけど、ここね、生まれも育ちもし葛飾柴又じゃないから、笠木屋さんっていうブティックは多分あったけど、こんな柴又たまやなんて、なんか、まあすぐ見ないと、手作りは岡田不動産っていうの、これは昔からそうだったんですけど。お寿司屋もあった。
寿司屋もあったと思う。確かね。よいしょ。めちゃエモポイントじゃないですか。芝又ベーカー。なんか今日来るにあたってたまたま見てた YouTube の人で、はいはいはい、まあ、すごい寅さん好きの女性のチャンネルがあって、はいはい、ああ見たかも。で、あの寅さんサミット開催前日の柴又にやってきましたっていう、はいはい、その人のチャンネルで柴又ベーカリーを紹介してましたね。 あのちょっとゆったりした喋りの女性のやつですよ。そうそうそう、いましたね。あの土手でパン食べてましたね、その人は。あ、本当ですか。はい。ああ、ここのアングルはね、絶対映画に登場しようがないですよ。この建物がそもそもないですよね。なかったものだから。いや、ちょっとこの夕焼けも写真に撮っとこう。